こんなもんか、一級術師。よく逃げ回ったけど。残念ですが、ここからは時間外労働です。面白い。私の術式は上腕、前腕などのパーツまで対象として指定できます。この呪霊の払い方、現時点で考えうる。降格呪法ガラガラ。なんてパワー。避けた方がいいかな。お、ああ、ダメだ、イジスさん出ねえ。そもそも光線のことってどこまで言っていいんだっけ。うわっ、待って。どうしたもんかいの。彼らは呪術師なんだ。きっと純平と気が合うよ。なあ、この前お前が行った映画館で人が死んでんだ。お、じゃあもう聞くことねえや。え、もう。映画館で何見てたの。昔のリバイバル上映だから。殴られた。本当にね。もう2はちょっと面白かったな。そう、そうなんだよ。1と3と変わらないように見えるんだけど。ああ、だから2は見れたのか。なんで。虎杖君、映画好きなの。ちょい事情があってさ、ここ最近は映画三昧。今度おすすめあったら連れてってよ。え、あ、連絡先。こんなところで珍しいね。友達、仲良くしてやってね。母さん、タバコ。友達はなんて子。虎杖雄二です。お母さん、ネギ似合わないっすね。私の飯が迷惑。ずいぶん派手にやったな。あ、ゲット、面白いやつだった。それと自分の魂の形はどれだけいじってもノーリスクのようだね。え、吉野純平の自宅に。それはちょっと。大丈夫大丈夫。この事件に加害者側として関わっていたとしても、これは監督する立場として大失態。泣く。急げ。私、この年で人前で泣きたくないでしょう。今位置情報を送ったのでピックアップお願いします。大丈夫、死ぬような傷じゃありません。一緒にいないんですか。私のバカ。実験体としてはベスト。俺は運がいいね。貪欲に自分の成長を楽しんでいる。奴が生きていたらそのステージまで登り詰めるのにそう時間はかからないだろう。取り返しのつかないことになる。ルーから拾ってみたら給食の糸こんにゃくだったんすよ。ウィルソン、ウィルソン、許してくれ。ひどー。学校、学校なんて小さな水槽に過ぎないんだよ。私めっちゃいいこと言うな。名言出ちゃったわ、さすがナキさん。父ちゃんはうっすら記憶あんだけど。あ、悪い電話。もしもし、イジスさん。じゃあ2時間後に。2時間後。行ってよかったのかな。人を殺したことある。それでも殺したくはないな。なんで。悪いやつだよ。大切な人の価値までわからなくなるのが。人に心なんてない。僕が人を殺すことであの魂が汚れてしまうなら。もうこんな時間、片付けないと。指。吉野純平の自宅から実母吉野凪の遺体と腰から下が欠損していた。掛け布団をめくるとあるだけの保冷剤と氷嚢が敷き詰められていた。はそこにいませんでした。なぜなら僕は子供だからです、なんて。知っての通り、例の継ぎはぎの呪霊は改造した人間を使う。それでも殺したくはないな。身にはこれから吉野純平の監視をお願いします。目に目についたものを羽織った。これはスクナといって呪いを呼び寄せる呪物なんだ。人なんて簡単に呪い殺せるんだよ。もしくは金と暇を持て余した薄暗い人間に。人に影つったら最優秀賞なんか取らせやがって。
まあボンボンなのは評価するけど。ん？その汚れを味噌に払え。内からは出られない、外からは入れる。君の考えている絵図が描けるといいね。大丈夫じゃないかな。宿儺優衣の縛りを課す。よりよかったな、あの指。貴重なものなんだろ。光線に回収させたい。悪だくみ。まあね。おい、どうしたお前ら。しっかりしろ。大丈夫か。ちゃんと見ててね。お前、その傷。あれを家に置いたのお前か。なんだよ。何したてめえ。お前は死ぬんだよ。質問の答えがイエスでもノーでも。ごめんな。だから何してんだよ。引っ込んでろよ、呪術師。